今日から150日間の論戦がスタートです安倍政権は好循環実現国会と位置づけ消費税アップの影響を少なくするため補正予算と来年度予算案の早期成立を目指しますしかし自民党総務会が成長戦略の政府案に説明不足と待ったをかけ安倍総理の出身派閥の町村派からも根回し不足の声が上がり 与党軽視の姿勢に不満がふつふつと吹き出してきています中継です、はい、安倍総理大臣はつい先ほど行われた自民党の両院議員総会で景気回復の実感を全国つつ裏裏に届けたいと強調しました今日から始まるこの国会において完全に私たちは強い経済を取り戻していく必要がありますそのためにも経済の好循環 これを実践しなければならないわけでありまして。この国会では経済のほか、集団的自衛権の行使容認に公明党が反対する中、どこまで踏み込むかも焦点です。国会の勢力図は依然として一強多弱が続きますが、安倍総理にとっての不安材料は内なる敵です。 与党・経視に対して自民党内にくすぶる不満に対して官邸サイドは国会終了後の内閣改造などポストをちらつかせてにらみを利かせます安倍総理としては消費,増税消費税増税でも景気が腰折れしないよう気を使いながら外交や安全保障にも力を注いでいく考えです